アンクル級通報艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した通報艦で、同海軍では一等通報艦に類別していた。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する艦隊通報艦が主流であったが、 その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。 本級は1917年度海軍計画により三隻の建造が認められ竣工した。本級の船体は平ら乾板型船体であった。艦首が切り立った艦首形状で還元の高い艦首乾板上に1 0トル速射砲、お棒立てのついた単装砲がで1機、左右を7 6トル単装広角砲が片元1機ずつ、計2機配置された。 上部構造物の全部マストと両脇に船橋を持つ箱型の環境が上に立つ。船体中央部に一本煙煙突が立ち、煙突の後部は関西艇置き場となっており、船体後部の原則の2本1組のボートダビットが片元1機ずつ計2機により運用された。左右の原則甲板上に片元1機ずつ10センチメートル速射砲が1機ずつ配置された。 後部居住区を基部として、短脚式の後部マスが立ち、その背後に二番手法が後ろ向きに一機装備された。ロリアン社造船所にて1917年5月13日に、寄港。1918年4月浸水。1918、春港。1940年に除籍後解体処分。ロリアン社造船所にて1917年に寄港。 同年10月31日浸水、1918年春航、1938年除籍後解体処分。ブレスト海軍造船所にて1917年寄港、1918年4月浸水、1918年春航、1940年7月3日にイギリス海軍に露閣。ありがとうございます。